憎しみからは何も生まれない。そう信じて救いの手を差し伸べる人々がいました。誰かを恨むのではなく、良いことに目を向けて問題を解決しようとしたのです。そしてそれが結果として一匹の犬の命を救いました。今その犬は飼い主さんと幸せに暮らしています。キングという名の犬はアメリカのイリノイ州で発見されました。寒さの中、ファストフード店の前につながれたままのキング、一人ぼっちで佇んでいます。飼い主さんの姿が見えず心配した人が近寄ると、首輪にメモが挟んであることに気がつきました。メモには、僕の名前はキング、いい子だしキスやハグが大好きですと書かれています。そう、キングはこの場所に置き去りにされたのです。わざわざメモをつけていることからも、恋に置き去りにしたことは明らかでした。すぐに警察がキングを保護し、SNS で情報を寄せてほしいと呼びかけます。けれど飼い主だった人物がキングを捨てたのなら、名乗り出てくるはずはありません。このままキングの身元はわからないままかと思われました。ところが驚いたことに、飼い主の女性が自ら警察に連絡をしてきました。しかもキングを置き去りにしたのは彼女ではないと言います。キングの飼い主はクルーズさんという女性でした。実は彼女は少し前に大怪我をしたそうです。後遺症もあり働けない状態のクルーズさん、そのため彼女は家族のもとに身を寄せて生活を始めました。これからどうしたらよいか考えながら生活を立て直そうとしていたのです。けれどある日、キングがいなくなってしまっていました。クルーズさんに知らせずに家族がキングを捨ててしまったのです。怪我や後遺症に苦しむ彼女にとって、愛犬を捨てられてしまったことはさらに悲しみを深くする出来事でした。ショックで涙が止まりません。キングが警察に保護されて施設にいることを知り、大急ぎで駆けつけたのです。キングの大好物のおやつやお気に入りのおもちゃも持参しました。泣きながら事情を説明するクルーズさんを見て、施設のスタッフたちに怒りの感情は全く湧きません。クルーズさんが本当にキングを愛していることも、苦しんでいることも伝わってきます。キングのために、そしてクルーズさんのためにできることはないだろうか。スタッフたちの思いはみんな同じでした。怒りや憎しみは彼らのためになりません。キングとクルーズさんに寄り添い、優しくする必要があるのです。そしてスタッフたちはキングをこのまましばらく預かることを決めました。まずはキングの命を守ることが重要です。そうやってキングを守りながら、クルーズさんが暮らしを立て直すのを待つことにしたのです。クルーズさんにとってキングとやり直すことが新たな目標となりました。そしてキングの存在はこれまで以上に大きな力となり、クルーズさんを支えます。離れ離れになって1週間、ついにクルーズさんがキングを迎えにやってきました。一時的にキングと暮らせる家を見つけたのです。久しぶりに大好きなクルーズさんと再会したキングは大喜びです。キングもずっとこの日を楽しみにしていたのでしょう。こうしてまたキングは飼い主であるクルーズさんと暮らせることになりました。離れて過ごす寂しさを経験した今、以前よりもお互いの存在をより愛おしく感じます。大変な状況を一緒に乗り越えようとしている彼らには多くの寄付が寄せられています。キングとクルーズさんの絆を守りたいと、たくさんの人が温かい目で見守っているのです。ご視聴いただきありがとうございました。
評価とコメントをお待ちしています。